皆さんこんにちは、はるにゃんでーす。イエイエーイ。今日はですね、はい、しゃべりの動画、本当にまた久しぶりになってちょっと緊張しているはるにゃんです。はい、今日はですね、私が最近ハマっているアイハーブというアメリカの輸入サイトのコスメをご紹介する動画を、やりたいと思います。イエ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 イ。はいはい、そもそもですね、アイハーブというのは、こういったですね、私がよくメイク動画とかでよく見かけるかと思うんですけれども、こちらリアルテクニクスといって、海外の YouTube のメイクチャンネルやっている方とかも結構使っている方多いと思うんですけれども、まあ、私もそれでちょっと気になっていて、このブラシがアイハーブでというところで売っていたので、結構今集めているんですけれども、もちろんこのリアルテクニクスもすごく毛質がすごく柔らかくて、なのにプチプライスなのにこんなクオリティ優秀でいいんですかっていうぐらいすごく気に入ってるブラシの一つなんですけれども、まあ大体これがそうね、これはフェイス、大きなフェイスブラシがまあ10ドルくらいで、チークブラシが8ドルから9ドルくらいで、これはですね、パウダーブラシなんですけれども、他のアイシャドウブラシとかコンシーラーブラシとこうセットになってついてる、そういうものがありまして、それも大体、まあ、10ドルとかそれくらい、12、3ドルだったかな、それくらいするんですけれども、まあ、そのブラシを見ている他にも、そのアイハーブというのはですね、だいたいサプリメントとか健康食品とか、まあもちろんオーガニックを使ったコスメとか食べ物がもういっぱいあるんですね。はい、いっぱい、もう本当に確か3万5000点以上って書いてありましたね。それくらい本当にいろんなですね、オーガニックのそういうブランドの商品がたくさん扱っていて、私はちょっともうやっぱりすごく気になっていたので、今回ちょっと日本の口コミを、頼りにいろいろ買ってみました。はい、で日本用のサイトもあるので、日本語で見たい方は、まあ、そういう口コミを見ながらいろいろ化粧品をちょっと集めてみるのもいいんじゃないかなと思います。ということで、私が今回、買ったものをですね、いろいろご紹介したいと思います。それでは行ってみよう。まず最初はですね、サプリメントになるんですけれども、こちらです。アライブという、これはね、アライブウーマンズモルツといって、女の人のための、マルチミネラルビタミン剤になります。はい。だから、まあ、女性に必要な、ビタミン、ミネラル、鉄分、酵素などが、もうほんといろんなものがたくさん入っています。で、そう。さすがね、ちょっとアメリカなのでこんなに粒が大きいです。で、1回3粒飲むので、結構こういうのをこうんって飲み込む方にはすごい大変な作業かもしれないし、あと若干ちょっとこうウサギの匂いがします。ウサギの餌の匂いがします。私はウサギかよみたいな、まあ、そういうちょっとあるんですけれども、まあでもこれをですね、実ははい、なんかね、私飲み始めたらちょっと寝不足しても次の日に肌が結構ね、カサカサになったりとかしないし、クマもできなかったし、であとすごく目覚めも良くなったし、何よりですね、別にダイエットとかしてるわけじゃないんですけれども、食べる量が減りました。食べる量が減ったっていうか、余計なものを欲しくなくなりましたね。例えばなんかやっぱり甘いチョコレートとかカロリーの高いスナック菓子とか、あまりそういうのを食べたいっていう風に思わなくなって、多分栄養がこと足りてるのか、もう本当になんか必要以外はあまり食べたくないなっていう感じがしたので、ちょっとダイエット効果があるかもしれませんっていう感じなんですね。だからまあこれからもうこのビタミン剤をちゃんと飲み続けて、でやっぱり赤身のお肉や野菜とか豆腐とかを食べて、本当に健康的な、綺麗な女性を目指していきたいなと思います。で、確かこちらこのアライブも結構ランキングとかもホームページ見ればわかると思うんですけれども、ランキングの方でも上位の方で気になっていたので、で口コミもすごく良かったので買ってみました。はい、私はまあもう飲んで2週間ぐらいなんですけれども、これからもちょっとこのアライブは飲み続けていきたいなと思っているサプリメントです。で、やっぱサプリメントっていうのは
多分個人差もあると思うので、聞く聞かない聞く聞かないっていうのがあるとは思うんですけれども、もし気になったらこのアライブっていうの、あと錠剤が大きいので、あの2回にして飲んだ方がいいと思います。はい、もし気になる方いましたら、アイハーブのこのアライブちょっと試してみてください。イエイ。そしてお次はですね、洗顔とクレンジングフォームで使っています。これはアバロンオーガニックのビタミン C レニュアルというものです。はい、まあこの絵が描いてある通り、すごくオレンジが使われているのがよくわかります。で、顔を洗っている時もオレンジの香りがすごくします。はい、目に染みたりはしないんですけれども、でこれで、まあ、洗顔はできるんですけれども、あのウォータープルーフのマスカラは落ちないです。はい、でも普通のなんかナチュラルメイクとかだったら落ちると思うんですけれども、だから私は一応とこれは洗顔用として使っています。でこれはもう本当に口コミももちろん良かったっていうのはもちろんだったんですが、もうとにかくこれで洗うと肌がツルッツルになるんですよ。ツルツルに。はい、私オレンジ柑橘系の匂いが好きなので、まあ別にオレンジの匂いは全然気にならないんですけども、とにかく肌がツルツルになる洗顔だったので、ちょっとこれからですね、リニューして使っていきたいなって思っている洗顔クレンジングフォームです。はい、でお値段も確か8ドルとかそれくらいで、結構ね大容量でポンプ式で使えるので、もし、柑橘系の匂いが大丈夫な方だったら試してみてください。イエイ。アバロンオーガニックビタミン C レニューアルです。イエイ。そしてお次はですね、同じくアバロンオーガニックスというあのブランドのところから出ている、これはラベンダーのスクラブになります。スクラブなので、まあ、もちろんすごいジャリ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 します。はい、とっても。だから週にだいたい 2,3 回ぐらいを目安に私は使っています。だからこの小鼻のこういうこのね毛穴のところだったりとか、あとここら辺のこうちょっとカサカサしやすいところとかをね、角質をちょっとジャリジャリとやるんですけれども、こちらもやっぱりラベンダーの香りに包まれーの C のカーのペーの、包まれーのカーの C のペーので、肌がはいトゥルットゥルになります。はいトゥルットゥルになりますね。はい、だからこれも結構はいやっぱり口コミが良かったの で、そしてラベンダーの香りがとてもいい香りで癒されるので、全部使い切ってみたいなと思います。使い切って本当に、うん、いいなと思ったらリピしようかな。他にもなんか香りがあるので他の香りを試してみるかもしれないんですけれども、とにかくこのアーバンオーガニックのラベンダーのスクラブすごく今いい感じです。はい、イエイ。そしてお次はオイルをご紹介したいと思います。ででん、こちらホホバオイルというものです。あの最近本当にアルガンオイルとかホホバオイルとかあのココアバターとかってすごくあの保湿効果が高かったりとか、あとホホバオイル、アルガンオイルっていうのは髪のケアにもすごくいいとされているらしいですよね。でこれは、100% ピュアモイスチャーリングオイルということで 100% の、はい、ホホバオイルちゃんになります。はい、私は特に何だろう、やっぱりあのトリートメントするときに混ぜて、使ったりとか、あと髪の毛洗った後にこれを軽く髪全体になじませてドライヤーで乾かすとしっとりツヤツヤな髪になってくれます。であとは他にはあの体に塗ってますね。結構乾燥しやすい膝とか肘とか、あとあの足とかですね、足のすねのところとかを塗るようにしています。はい、顔にも多分大丈夫だと思うんですけれども、はい、すごく気に入ってしまいました。だからまたこれはリピしたいなと思ってるホホバオイルです。はい、イエイ。ぜひぜひ。そしてお次も、保湿系になるんですけれども、デデンコって来たよ 100% ココアバターになります。でこちらはですねすごくちっちゃくて、こうやってニューニューとスティック状になっているんですけれども、まあ、こちらももちろん体の乾燥しているところに塗ったり、私はリップクリーム代わりにも塗ったりしています。はい、あとちょっとこのままだと結構硬いので、
私の場合はあの手に塗る場合はこうやって少しこうやって表面をライターで炙って溶かしてこうささくれができやす、あ折れた折れちゃったはい、まあまあまあこれはくっつけていけばいいことね、これはメイキング、まあしょうがないよね、まあ、うんうんうん、はいはいはい、そうですね、あのはい、ささくれができやすいところとかにこうやってすり込んで塗ってあげると、はい、乾燥対策になるんではないかなと思って、はい、使っています。でこちらも確か 1.41 ドルですごく安くって、で本当に保湿効果が高いということで日本の方の口コミがすごく良かったので買ってみました。はい、ただやっぱりココアバター 100% というだけあって、本当にチョコレートのようなココアみたいな匂いが周りにバーッと充満します。はい、一回私やっぱりこれだけ小さいのでポーチに入れておいたんですね。でまあちょっと乾燥が気になって電車の中で塗ってたら、いやーな目で見られました。はい、やはりちょっとここは臭かったかなみたいな感じだったので、電車で使うのはちょっと NG だったんだなと思いました。はい、だからお風呂上がりのね、ちょっとこう保湿対策とかに手とか唇とか、あと他にも膝とか足とかに塗るのはすごくいいんじゃないかなと思います。はい、はい、100% ココアバターのスティックタイプのやつです。はい、ぜひぜひこちらもカカオとかの匂いが嫌いじゃなければすごく癒されると思うので、使ってみてください。はい、